ナンバー確認。アイコードチェックどうぞ。ベッドナンバー Z107M チェックオープン。最上階。なんで俺なんだよ。棚村のブロンディがなんでそうまでしてスラムの雑種に首輪なんかつけたがるんだよ。もう二度とここへは来るな。ガイ、この度の通商会議は誠に意義のある成果を得られて非常に嬉しく思っておりますぞ。いいえ、我々こそ連邦政府のご理解と骨折りには常々感謝しておりますよ、ハザード。いやいや、何事も円滑なうちに会議を終了できたのはイアソン殿あってこそですからな。いつもながらの鮮やかなお手並み感服いたしますぞ。どうやら棚倉の映画はますますもって不滅のようですな。連邦の重鎮であられるハザール殿にそう持ち上げられると何やら後が怖い気がしますが。しかしパルティア主催ともなるとさすが盛大なものですな。料理にワイン、どれをとっても一品揃いとはまさにこのことですな。ビップには最高のもてなしを。それがユピテルの意志です。ご希望が終わりでしたら何なりと存分にお楽しみいただけるよう取り計らわせていただきますよ。いやー、それはどうも。ちょっと失礼。イアソン、何かあったのか。大したことじゃないとは思えんな。パーティーのホストがわざわざ抜け出して自ら出向くようではな。お前が付き合うことはないんだぞ、ラウール。構わないでくれ。おべんちゃらにも愛想笑いにもいい加減うんざりしていたところ。本当に来るのか。来る。計画に間違いなければな。情報が正確なら今夜はプライベートカーのはずだ。しかしシンジケートのボスが公用にプライベートカーとはちょっと話がうますぎやしないか。さあどっからでもやってくださいと言ってるようなものじゃないか。敵は人間じゃない、ブロンディだ。我々とは違う。しかもここは奴らのテリトリーの中で最も安全だと思われてるパルティアだ。気も抜けるだろうさ。セキュリティポリスのガードがないぞ。関係ない。要はイアソン・ミンクの頭をぶち抜いてしまえばいいのさ。片付けてしまってよかったのか。どうせ雑魚だ。
捕らえたところで新たな情報が得られるとは思えん。トカゲの尻尾取りは連中の得意技だから、有無を言わせぬ証拠を押さえんことには話にならん。本当にこの落とし前はきっちりつけさせてもらうがな。イヤソン。なんだ。お前はこの棚蔵を仕切るシンジケートの要だ。簡単にすげ替えられる首はない。お前が欠けるということは、棚蔵の屋台骨が揺らぐということだ。いいか、間違っても自分からアキレスを抱え込むようなバカな真似はするなよ。言ったはずだぞ、ラウール。リキとのことで今さらお前と議論する気はないとな。ブロンディの責務をパーフェクトにこなしている限り、たとえユピテルといえども私のプライベートに口を挟む権利はない。出てやがるぜ、ガイのやつ。リキがまた姿くらましやがったからな。こうケチがついちゃバイソンもおしまいだぜ。どっちにしろブラックリスト入りだからな。ミダスのポリス相手に命があっただけめっけもんだってことさ。煽りやがって死にてえのかてめえはよ。おいルーク、なんとか言ってやれよ。こいつには命なんかいくつあっても足りやしねえ。ガイ、お前の気持ちはわかるけどよ、まほどほどにしとけって。お前らに何がわかる。ほらクソリキ、本当にあのブロンディ野郎のところへ行っちまったのかよ。俺たちを見捨てて。違う、そうじゃない。あいつが汚い手を使って俺たちから利益をかっさらっていきやがったんだ、あのブロンディ野郎が。いつまで強情を張るつもりだ。もっと強い刺激を与えてやらない限りは終わらない。そう言ったはずだぞ。そうか、ではまたダリルを呼ぶか。ペットの交尾は囚人監視が常識だ。くだらんプライドだの羞恥心など、ペットの前が必要ない。
お前を縛るペットリングはもうない。戻るがいいケレス。一年だけの自由をお前にやろう。最後の一本だったのにな。無駄にしちまった。またここか。今日も一歩も出なかったそうだな。どこに行けって言うんだよ。サロンにでも行けってか。スラム育ちの、それも二十歳を過ぎてとうの立ったペットなんぞ。このエオスじゃ生きた化石なんだろ。見せ物になんのはもううんざりなんだよ。大した進歩だな。まあ私はどちらでも一向に構わんがな。お前が私のペットだと自覚さえしていれば。ボケかましてんじゃねえよ。汚ねて使いやがったくせして、今さら自覚もへったくれもあるかよ。そうだ、忘れるな。お前は私のペットだ、リッキー。ここでペットリングがお前の肉を噛んでいる限り、お前は私のものだ。誰が何と言おうと、お前が誰を思っていようとな。なんだよ、なんなんだよ。それはダークの力で通るくらいの腕利きでしたから、関西戻ればやってやれないことはないでしょうが。本気なのですか？スラムの雑種にはエオスの水はよほど合わんと見える。このままでは窒息しそうだと泣きを入れてきた。あの力がこの私にだ。だからまだ使えそうなら、その分だけ首の鎖を伸ばしてやってもいいと思っている。マーケットはいわば両刃のナイフです。噂は何倍にも膨れ上がって、あっという間に広がってしまいます。それでもよろしいのですか？鉱山の秘密が秘密でなくなるだけのことだ。お前に任せる以上口は出さん。あれが羽目を外さん限りな。リキの存在そのものがアキレスのかかとになってもですか？エオスで窒息させるよりもマシだろう。それほどまでにリキがお好きなのですか？では頼んだぞ、カッツ。お前はどうする、リキ。タナグラのブロンディをアーマで見事に人間の端くれにまで引きずり下ろしちまって、お前はこれからどうする？ガイ、何をするつもりか知んねえけど、無駄なことはやめなって。そうそう、リキのやつは俺たちを見捨てて、今じゃなんとアパティアで贅沢三昧の結構なご身分だっていうじゃねえか。まあ、あくまで噂だけどよ。アパティアっていや、ミダスでも指折りのプライベートに愛人を囲える高級コンドミニアムだぜ。俺たち雑誌が這い上がるチャンスなんてそうそう転がっちゃいね。ちくしょう、うまいことやりやがったよな。了解。リキのやつはそんなに良かったのかよ。何にも知らねえくせに。
大きな口叩くんじゃねえよ。スラムの雑誌があれだけ派手にやらかして半殺しにもされねえであっさり釈放されたのがただ運が良かっただけだなんて本当に思ってるのかよお前ら。なんか裏があったとでも言いたいのかよ。早い話が、俺たちバイソンをぶっ潰してまでどうしても力を欲しがってたやつがいるってこったよ。そいつはな、俺たちの首を締め上げる代わりにアパティアで力をおもちゃにしてやがるんだよ。だから取り返すんだ俺が。誰からだよ。棚倉のブロンディ様からよ。聞いたかい、棚倉のブロンディ様だとよ。力に二度も置いてけぼりを食らっちまったもんだから頭いかれやがったぜ。本当にやる気かなあいつ。バカ言ってんじゃねえよ。スラムの雑誌が天下のエリート相手に何ができるってんだよ。この脳なしが、くだらん言い訳をしている暇があったらさっさと頭数を揃えておけ。何年マーケットで飯を食ってやがるんだあのバカは。その分じゃ予定の荷物は入ってこねえようだな。しょうがない、こっちから誰か出すか。俺が行く。出す方ならシャトルで一日だ。お前はダメだ。そこまで鎖は伸ばしてやらねえってか。物分かりが良くて助かるぜリキ。無駄口を叩かずに済む。ほら、地下に行って仕事をしてこい。ありがたいこったぜ。どいつもこいつも箱入りにしてくださるわけかい。止まれ止まれこの野郎おとなしくしねえか。お前らみたいなペットグズルは5万といるんだ。逆らったりするやつは手足切り落として七谷ウーゴで一生見せるんだぞ。変に言うか。まったく余計な世話かけやがって。エオスで偉そうにふんぞり返っていたペットも年を食っちまえば飽きられる。そうなりゃアカデミーさんだろうがハーレム上がりだろうが、あとはミダスのインバイアド、転々と地獄の底まで転がっていくだけだ。まあペットの末路なんて大なり小なり似たようなものだろうがな。リキ、お前は考えたことがあるか。お前がここでこうしていられる幸運を、その裏でイアソンがどれほどのリスクを払っているのかもな。
イアソン、俺のことであんたの立場がまずくなってるって本当なのか？そんなこと誰に聞いた？いやでも耳に入ってくるさ。何しろ俺はマーケット一の珍獣らしいからな。笑い事じゃねえだろ。ほう、心配してくれるのか。誰がだよ。俺はただエオスに戻されやしねえか気になるだけさ。そんなことを気に病む暇があったら腕を磨くことだ。別にハッカーになれとは言わんがな。でないといつまでたっても珍獣だぞ。カッチェか、どうした？何、いつだ？わかった。いや、お前が表立って動く必要はない。これはプライベートだ。わかったな、カッチェ。何かトラブルでもあったのか？いや、別に。お前が眉間に縦じわなんて滅多にあることじゃないからな。ユピテルに呼び出しを食らったそうだな。俺とお前の仲だ。この際はっきりと言わせてもらおう。規則破りにもそれなりに暗黙のルールがあるはずだ。恨みをすくって理屈を通すやり方は反発と不信を招くだけだぞ。アパティアに力を囲ったことか。シンジケートのボスがカリスマ性を失ったらおしまいだ、ペット。それもスラムの雑誌相手にスキャンダルなんて下の下だぞ。彼にもそう言われたよ。
イアソンミンクの名がなくとな。イアソン、これだけは忘れるなよ。俺はお前の頭の中をいじくる役回りなんか真っ平だからな。気分はどうだ。言い訳はねえだろうが。だろうな。ここはどこだ。ダナバーン。ダナバーンって昔革命があった時の地下シェルターか。見かけはかなりガタきてるけど、さすがだぜ。これだけのところはそうザラにはねえ。すぐ見つかるさ。ペットリングはトレーサーも兼ねてんだからな。役には立たんさ、ここじゃな。シールドされてんだぜ、ここ。こうでもしなけりゃお前の本音が聞けないだろう。今さら嘘も本当もあるかよ。3年だぜ、ガイ。お前ペットがどういうもんか知らねえだろう。いや、俺だってスラムに戻ってくるまでそんなの全然分かっちゃいなかったのさ。あいつのペットだった3年間の重みってやつがな。イアソンの毒が血の中まで染みついてんだぜ。どうやったって抜けやしねえんだよ。俺がペットだって現実は変わりやしねえ。だったら保護にすればいい。分かってねえ。お前全然分かってねえよ。ああ、お前がこねるヘリクスなんか分かりたくもないね。何をそんなにビクついてんだよ。まさかお前、一生飼い殺しにされてもいいなんて本気で思ってるわけじゃないんだろ。こんな馬鹿げたことにいつまで付き合ってりゃいいんだ。ほとぼりが冷めるまでさ。ほとぼりなんか冷めるわけはねえだろうが。分かってんのか。お前のやったことはな、あいつの横面を思いっきり引っ叩いたなんてもんじゃねえ。ブロンディのプライドにしょんべん引っ掛けたようなもんだ。大した自信だな。たかがペットをかっさらわれただけでブロンディがそこまで熱くなるってのか。俺の本音ってやつをそんなに知りたいか。ああ、知りたいね。納得いくまでじっくり。これがお前の知りたがってた本音ってやつさ。目ん玉ひんむいてよく見ろ。出たか。ここな、軽く揉まれただけでゾクリとくる。ここもこっちもみんな俺のいいとこだってよ。リングが俺のコックを噛んでる限りあいつとやれる。それをぶち壊す権利なんかお前にない。本気で害を思うなら迷わずすっぱり切って捨てろ。みんな俺の一人よがりだってのか。俺にはもうお前のことを思う権利もないのか。そんなこと言うな。そんな目で俺を責めるな。そうだよ。俺は俺のやりたいようにやる。同じこと何回も言わすな。どうして俺よりあいつの方がいいってのか。そんなの俺は認めない。絶対認めない。お前は俺たちのボスだった。つるんで歩くと誰も彼もが振り返る。それがどんなに誇らしかったかお前にわかるか。
お前とならどんなヤバいことでも平気だった。リキ、それをぶち壊すのか、俺たちみんなを裏切れるのか。今さらバイソンのリキに戻れなんて言わん。俺のリキ、出なくてもいい。だけど、あいつのものにだけはなるな。なるな。一生あいつのおもちゃでいいなんて、そんなの俺は認めない。一人よがりのおせっかいなんて言わせないぜ、リキ。あいつが先に俺の横っ面を張ったんだ。売られた喧嘩は買わなきゃな。これがあるからあいつと離れられないんだろ。だったらいっそのことを取っちまえよ。リッキーか。誰だ、名乗れ。名乗ったってどうせあんたには分かんねえだろう。大事なもん返してやるぜ。水曜15時七番入り口だ。分かったな。こういうことか。まったく救いがたいドアホだな、お前は。首謀者は誰だ、ガイか。イアソンはどうしてる。自分の目で確かめてみたらどうだ。今さら合わせる顔なんかねえよ。くだらんご託を並べてる暇はない。さっさと支度しろ。帰れねえよ、カッツ。男で亡くなっちまった。ん？あんたと同じになっちまった。ペットリングを外すにはそれしかねえだろうが、痛烈なしっぺ返しを食らっちまったよ。あのバカ野郎が先走ったことをしやがって。そのバカはどこに行った。多分ダナバーンだと思う。リングのトレーサー役に立たなかっただろう。ずっとあそこに隠れてたからな。残してきた荷物運んでくるようなこと言ってたけど。歩けるか。なんとかな。じゃ早い方がいい。ダナバーンまで飛んであいつを捕まえよう。これ以上バカをやらかさないようにな。
後の話はそれからだ。どうせ片棒を担がせるために俺にコールしてきたんだろうからな。すまねえ、話は俺がつけるから。まさか一人で来るとは思わなかったぜ。ブロンディのプライドってやつかい？なるほど、お前か。ガイとか言ったな。ペアリングパートナーだった男が今になってナイトキドリか。来いよ、蹴りつけようぜ。まさかこんなところに力を押し込めていたわけじゃないだろうな。棚倉のブロンディ様がそんなこと本気で言ってるんじゃねえよな。主が自分のペットを気にかけるのに何か理屈がいるとでも言うのか？いやさ、あんた俺のことバカなやつだと思ってるんだろう。スラムのクズがブロンディ相手に何を血迷ってるのかってさ。けどな、クズにはクズなりの意地ってもんがあるんだぜ。人間なくすもんがないと思ったら何でもできる。あんたとタメを張ることだってな。そのクソ度胸だけは褒めてやろう。いささかムカつくがな。そりゃお互い様さ。あんたは俺たちバイソンをぶっ潰してくれたんだからな。前置きはそれくらいでよかろう。さ、リキを返してもらおうか。どこに隠している？なんでそう思うんだ？へえ、そういう風になってんのか。リキがビビるはずだよな。返してもらおう。あれは私のペットだ。取れよ。返したぜ。確かにな。これで力を縛るもんは何もない。あんた一人を残してはな。貴様、ぶち殺してやる。そのセリフはな、倍にしててめえにくれてやら。力は渡さねえ。てめえにだけは死んだって渡さねえ。Oh!
さねえ。てめえはここで道連れだ。うわ。なんでだよ！ガイには手を出さねえって約束したじゃねえか！当然の報いだろう。怪力。どうした？切れてしまった奴のしたことに、これ以上付き合うこともあるまい。さ、力。いやそ、頼むよ。ガイ一人だけ置いていけねえよ。死んじゃいねえんだろう。だったら、助けてやってくれよ。それほどまでにあいつが好きか。そんなことじゃねえ。あいつをここまで追い詰めたのは俺とあんただ。イヤソン、あんたともかくここであいつを見捨てしまったら俺はクズ以下になっちまう。生きていけねえよ。何やってんだよ。早く死ねと。ガイを連れて行け。時間がないぞ。ガイよ、頼む。待ってろ。いいか、ぶっ倒れるんじゃないぞ。な、暇ねえよ。まだ中に。いいから手を離せ。話は後だ。中に、いや、そんがいる。どこに、どうして。ガイが、いや、その道連れにここをぶっ飛ばす気だったらしい。爆発がすごくて俺のことかばって、もう動けねえ。置き去りにしてきたってのか。お前を縛る手っ取りにはもうない。
1年だけの自由を前にやろう。私はただ待っていよう。その時をお前が真に私のものになるその瞬間。足手まといを承知でガイを身をもって俺をかばってくれた。戻る理由には十分だろう。一人で行かせやしねえよ。ブラックムーンだ。商売柄万が一のためにな。吸えばじきに楽になる。一人じゃ退屈だろう。話し相手が欲しいんじゃねえかと思ってさ。うるさけりゃ言ってくれ、黙るから。足にじゃれつくのは趣味じゃねえけど、じっとうずくまってるぐらい俺にもできる。人間、どこかで支え合ってなきゃ生きていけない。誰が誰のための支えになろうともだ。俺にはよくわからんが、反発することでしか引き合えない。そういう出会いもあるだろう、多分。主とペット、お前には不本意なことかもしれんが、ああいう結末でしか成就できない恋もあるってことだ。噛み締めてみるさ。左腕一本なくした重みってやつを
考える時間はたっぷりありそうだからな。